そしたらあいつ巨大な火の竜巻を出したんだ。そいつはすごいな。ああ、また俺が話を持ってると。クライム、彼女目が覚めたわ。そうか。うん、言ってやれよ。さて、俺には野暮用がある。グッズ、出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。おお、肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。え、何なの。ちょっとな。ほら、早く行こうぜ。モーグリさん、かわいいね。なんて、まさかモーグリ族なのか。実物を見たのは初めてだ。森の奥に隠れ住んでいて、人前には姿を見せない幻の蛮族。子供の頃に読んだ本に確かそう書いてあった。ネクタールというのか。俺はクライブだ。あ、なんとなくだが。それは大変だったな。あなたなのね。ジル。クライブ。生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か。クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは。驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか。なぜ鉄王国に。あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。
クライブ、聞かせて。一体何があったの？すべて俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜、そうだ、あの男、俺に何か、何と言ってた。見つけたぞ。何をだ。クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は。わかった。なら、その服を着替えないとね。ここ、私の部屋なの。盛り上がるなら、よそでやって。ああ、すまない。後でね、クライブ。出発する前に、支度を済ませておくが。親方にどやされる前に。おお、新入り、いいところに。どうかしたのか。わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、気が気じゃないとはこのことか。頼む新入り、様子を見てきてくれないか。わかった、行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それで、あんたの助手はどこに。ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。
今の悲鳴は。大丈夫か？ええ、助けてくれてありがとう。あら、確かあなた隠れ家に新しく来た人よね。クライブだ。私はマーテルよ。よろしく。マーテル、なぜこんなところに？この辺りはベアラが出歩くには危険だぞ。でもまだ土を取り終えてなくて。なるほど、土の採取に向かった助手というのはあんたのことだったのか。またいつ魔物が出るとも限らない。土なら俺が代わりに取ってこよう。それじゃお言葉に甘えさせてもらおうかしら。この辺りで良質な土を採取してもらえると嬉しいわ。できれば何箇所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえばボフミルが随分と心配していた。早く隠れ家へ帰るといい。心配ね。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。早速土を採取するか。何箇所か回って集めるとしよう。これくらいあれば十分か。隠れ家へ戻ろう。おお、戻ったか。それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ああ、取ってきたが。これだよこれ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。まずはエーテル含有量のばらつきを調べて、それから。まさかあんたの心配って。そう、私なんかじゃなくてその土のこと。この人研究以外お構いなしなの。だがいいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられるならあれくらいはご愛嬌よ。でもあなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど。
ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど、まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。これで肥料の研究がはかどるぞ。よう、クライブ。少しはここに慣れたみたいだな。悪くない場所だ。そいつは結構。実は、また頼みたいことがあるんだ。もちろん。ただでとは言わない。だろ。それがここの流儀だ。お前も言うようになったじゃないか。さて、また隠れ家のみんなに料理を届けてほしいんだが。どうだ、やってくれるか。ああ、いいだろう。助かるぜ。それじゃあ、こいつをエントランスに居住区、あとチカロウに届けてくれるか。みんな腹を空かせて待ってるはずだ。任せたからな。新しい舞台を作る必要があるな。エアラホン。いい匂い。そろそろご飯時かしら。ああ、ケネスからだ。わざわざ持ってきてくれたの？なかなかラウンジに行けないから助かるわ。ずいぶん忙しいんだな。ええ、この子たちが話してくれなくって。それにチョコボ臭いままお食事なんて迷惑でしょ。水浴びする時間ももったいないしね。チョコボたちのお世話に専念したいから。ありがとう。ケネスにもお礼を言っといてね。どうした？あんた、まだこの牢に用があるのか？ケネスからだ。おっと、飯を届けに来てくれたのか。腹が減ってたんだ。ありがとうよ。ずっと牢の見張りを。そうさ、隠れ家の平穏を守る大事な仕事だからな。中のやつをほったらかしにはできないだろ。あんたももうここにはぶち込まれるなよ。次のベアラー保護についてだな。しっかりと訓練できる場所は欲しい。食べられる果物の種類を増やせないかしら。おや、何か用かい？ケネスから届け物だ。おお、待ってたよ。じいさん、飯が届いたぞ。食えるか？彼はどうしたんだ？病み上がりで休んでもらってる。ここは療養所も兼ねてるからな。みんなの世話は俺の仕事だが、食事ばかりはそうもいかん。ケネスのおかげでいつも助かってるよ。あんたも届けてくれてありがとう。お互い頑張ろうぜ。これで全て届けたな。ケネスに報告しよう。ああ、わかった。
お疲れ、クライブ。届けてきてくれたか。ほら、約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。また何か入りようかい。ここを出る。世話になった。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。ああ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。持ってきな。いい選択だ。いいかい、のたれ死ぬんじゃないよ。ガブに挨拶しておこう。何か用か。何を作る。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。また来いよ。なんだ、出ていくのか。ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな。クライブ、今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとう、ガブ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ、元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。
分かってるさ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。